第104回全国高校ラグビー京都府予選決勝戦、今年も京都工学院対京都成章、10年連続同じカードとなりました。ただ今年は西京極にあります竹節スタジアム京都からお送りします。解説は京都府高体連ラグビー専門部強化部委員長で立命館高校ラグビー部監督の田中貴博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今年はどんなところを見どころを感じていらっしゃいますか。春の大会は工学院が点差をつけて勝ってたんですけど、もちろん工学院も油断はしてないと思いますし、成章もここまでかなり鍛え上げてると思うので、とてもいい試合になると思っています。さあそれではですね、今大会22校16チームが参加しましたトーナメントの模様を振り返ります。京都工学院と京都成章はシード校で決勝からということになりますが、このトーナメントをご覧いただいているんですけれども、はい、田中先生の立命館高校はシード校を破ってベスト8に入ったということでね、ありがとうございます。そういった中で、来年以降のまた戦いも始まっていくわけですが、今大会どんな風に印象ですか。トーナメントが変わりまして、やり方が、それで今年2年目になるんですけど、やはり点差が接戦で勝ち上がるチームも増えてきて、全体的にはすごくこう力をつけてきてるんじゃないかなという印象があります。ただね、準決勝ご覧のようにも土砂降りの雨の中でね、はい、京都工学院と京都成章がそれぞれ洛北と同志社を破ったんですよね、はい、すごい雨でしたね。もう水の上でやってるような感じでした。そんな中、両チームディフェンスはねしっかりとしていたなという印象もありますんでね、はい、この後ですね、両チームのスターティングメンバーなどもご紹介していきます。第104回京都高校ラグビーの決勝戦です。今大会10年連続京都工学院京都成章の顔合わせになりますが、この両チーム今シーズンはこれまでもう2度対戦していて、2月選抜出場をかけた近畿大会では京都成章が27対22で勝利、しかし5月の高校総体では京都工学院が59対8で京都成章を破ったということで、8年ぶりに公式戦での勝利という15人制での、ね、勝利だったわけですが、このゲームをご覧になっていていかがでした。5月の総体は、はい、工学院がすごく勢いに乗って、その勢いのまま得点を重ねて勝ったというような印象ですね。京都成章はこの時本当に怪我人が多くて、はい、京都メンバー比べるとスクラムハーフの奈良と左ウィングのホラゲ2人だけ、ね、あとは全て怪我で出られていないっていう中だったんですね、はい。敗れた京都成章側は、前半は10分近くね、いい展開があったりで、点差は開いたけどそこまでではないかなという印象もあるというね。そうですね、やはりディフェンスがね、成章は強みになってきますので、そこが今日の大会ではどう修正できているのかというところは見どころの一つだと思います。はい。さあそれでは両チームのスターティングメンバーを見ていきましょう。まずは9年ぶり20度目の優勝、21度目の花園出場を目指します京都工学院です。フロントローが加藤瑠衣と川口紫音、春名幸四郎、春名は2年生で U17 日本代表、両ロックは森田和樹と松見慎一郎、バックローが田中隆翔と押谷キットがフランカー、ナンバー8は清水相馬、ハーフダウンは片岡壮志と2年生のスタンドオフ U17 日本代表の杉山雄太郎です。スリークォーターバックス、左から11番石塚安里、12番が木村光、13番林空、右14番が黒田浩二、フルバックキャプテンの広川春と、広川も高校日本代表候補、林は U17 日本代表です。そしてリザーブのメンバーです。大下和明、羽田翔之介、山田雄介、広瀬陽太、岸田雄太、村上隼人、市田なると、岩本東吾、海島大賀、岡垣武といった、25人で戦う京都工学院です。率います監督は大島敦史監督、42歳、伏見工業で2000年優勝のキャプテン、日体大を経て中学を8年経験した後、2013年から伏見工業で顧問コーチとなり、2018年から監督となって7年目になります。一方、9年連続16度目の優勝、11年連続17度目の花園出場を目指す京都成章高校、フロントローが渡辺修介、米本圭太郎、永井豪、両ロックが土肥雄斗と隅田美博、フランカーが近藤寛太と小林陸太、ナンバー8は渡辺春樹、ハーフ団がスクラムハーフ高校日本代表候補の奈良夏と2年生スタンドオフの岡本聡、左からホラゲ仙太郎、田中聖太がキャプテン、
木村隼人、右に乗松隆二、フルバック怪我から復帰の笹岡空斗です。そしてリザーブのメンバーです。落合陣や新道陣、高瀬壮太、高瀬は高校日本代表候補、朝原大河、隅田修太、長谷部明一、西原慎、横山かける、南川優希、森岡由良。朝原大河は朝原さんと奥野さんのご子息で、高校からラグビーを始めて100人を超える京都成章の中でラグビー素人で、このメンバー争い去年からなっているということで、かなりチームにも刺激になっているというそんな選手でもあります。さあ、両チームの選手たちがグラウンドに出てきました。田中さん、はい、改めて注目含めていかがですか？そうです、まあ、お互いも知り尽くしているあのチームだと思うんですけれども、まあ、その中でどうチームをコントロールしていくかという、試合をコントロールしていくかというところでは、まあ、両スタンドですね、はい、両スタンドが、どういうゲームメイクをしていくかというのは一つ注目していきたいと思います。京都工学院杉山雄太郎、京都成章岡本聡ともに2年生で、去年1年生で ね、 そうですね、チームを引っ張っていたというさらなる1年の成長もあります。CM の後、第104回全国高校ラグビー京都府予選決勝のキックオフです。第104回全国高校ラグビー京都府予選決勝戦、今年は西京極の竹菱スタジアムで行われています。さあ、コイントスが行われていますが、今日のレフェリーご紹介します。今日のレフェリーは稲西照樹さんです。アシスタントレフェリーが服部隆さん、永手大地さん、勝木隆二さんとなっています。この試合の解説は京都府高体連ラグビー専門部強化部委員長で立命館高校ラグビー部監督の田中貴博さんです。さあ、田中さん、はい、まあ、この両チーム常に、ね、この決勝で戦ってきてはいますが、はい、去年のゲームが先制したのが成章で、逆転した工学院、はい、残り5分でもう一度成章がひっくり返した10対7というゲームでした。はい、まあ、そこからなんですけれども、今年は先ほどもご覧いただきましたが、近畿の予選では成章が勝利し、5月の総体では工学院、またあの7人制のセブンスでは工学院が勝って、全国大会も強豪相手にね2勝1敗で2位のグループでのトーナメントを優勝してということで、どんなところ工学院の強さ感じてますか？いや、あのもう本当運動能力が高い選手が多いなという印象ですね。もうなのでもうランにしてもパスにしても、でもあの空間のこうキックのキャッチにしても、まあ何してもこううまいというような、うん、あの選手が多いような、あのバックスにもフォワードにも、はい、そういうような印象をすごく持ちます。さあ、試合前の最後の円陣を組んで、この後のキックオフを迎えることになります。赤と黒が京都工学院、そして黄色と青が京都成章、勝てば11年連続での花園出場となります。京都の高校ラグビー界で11年連続で全国大会出場したのは花園高校だけ、花園以来の11年連続出場なるかも注目です。はい、キャプテンいいですか？今前後半30分ずつ60分の決勝戦キックオフです。左から右に攻める赤と黒の京都工学院、右から左に攻める青と黄色の京都成章です。さあ、まずは地域の取り合い、これは短めになって向こう側のタッチに出ました。京都工学院ボールのラインアウトになります。田中さん、はい、セットプレーというのが両監督とも話に出てきますが、そうですね、まずラインアウトになります。どの辺がポイントになりますか？まあ、あの最初のファーストラインアウト、まあ、ここでどういうようなオプションを使ってくるか、まあ、それによってもこの後が変わってくるので、この1本目どういう形で取るかというのは見どころですね。スローワーは川口志音、上げられるのは、さあ、これは京都成章が相手ボールを奪いました。こういったところですよね。成章にとってはすごくいいイメージになると思いますね。はい、さあ、まずフォワードが当たって、バックスはフラットにラインを敷いています京都成章。まあ、ここはスクラムハーフならのキックというのもありますよね。うん、ハイパントの体勢、フォワードの裏へというキック、京都成章がボールをしっかりと取りました。
このハイボールの争いというのも非常に大事ですよね。はい、もう今はハイパントはすごく主流になってますので、ここでのキープキャッチ、激しいタックル、しっかりとキャッチした京都成章でした。フラットにラインを敷いて岡本から後ろの田中聖太、前にフォワード後ろにバックスという2列にラインを組んだような京都成章のバックス。さあこれは自分で持っていく岡本、スピードがあります。しかし対応している京都工学院、狭いところ、フルバックは笹岡、去年1年間は怪我で全くプレーができない時期もありました。さあ前にフォワード、後ろにバックスがラインを敷いています。ハイパントで奈良が高校日本代表候補を上げる、下がって待っている松見、そこにタックルが飛んでいきますがフェアキャッチです。京都工学院はこうしてロックの松見慎一郎がこのハイボール対策で下がってるんですね。そうですね、非常にキャッチ上手い選手ですので。立ち上がりまだ2分ですけれども、田中さんいかがですか。まあ、成章がすごくシンプルにハイパントで前へ進めている印象ですし、まあ、ここをどうエリアをコントロールしていくかというところですね。今そのあたりキャッチした松見がスタンドオフの杉山と話もしていました。これは逆サイドに縦に蹴っていきました。タッチラインは狙わずに、さあカウンターに行く京都成章、22の内側、このあたりの蹴り合いの中、今日は風はほとんどありません。ただ晩秋ですが暑さを感じるような気候気温でもあります。フルバックキャプテンの広川、そしてスタンドオフの杉山、これは中途半端な位置にボールが落ちてカウンターに行けるか、笹岡タックルで行く、しかし倒れない笹岡。さあハーフウェイラインを挟んで京都成章の攻撃、フォワードの圧力をかけていきます。またこのフォワードのところでの接点ブレイクダウンというのも両チームこだわりを持ってるんですよね。はい、もう今日はここすごく見どころですね。このブレイクダウンと接点、はい、ここが勝負になると思います。もう一度ハイパント、松見がこれはどうかキャッチはできたか、ノックオンです。沸いている京都成章のスタンド、さあファーストスクラムということになります。スクラムについては田中さんはどんな印象ですか。そうですね、そんなにこう重さも変わらないですし、平均で今ご覧のように3キロ差、はい、まあ、イーブンだとは思いますけど、駆け引きがね、はい、すごくあるので、そこをどうレフリーともコミュニケーションを取りながらやっていくかというところですね。高校総体ではかなり、ね、工学院が自分たちのペースでスクラムを組めていたようなんですね。はい、工学院は加藤瑠衣と川口志音、春名幸四郎のフロントロー、京都成章は渡辺修介、米本圭太郎、永井豪のフロントローです。京都成章ボールのスクラム、 10m ラインを越えたあたり、まあ、いろんなサインプレーもバックスも仕掛けてきそうですよね。はい、あと関節フリーキックは京都工学院に反則、早くスタートした京都成章、ナンバー8がボールを持って前に出る、怪我から復帰の渡辺春樹、右ウイングが乗松隆二はパワーもあります。京都成章岡本はどうする、田中聖太、そしてセンターからフルバックの笹岡、木村隼人を挟んでさらに速い展開で出していく、シンプルに順目順目と回している成章ですね。はい、まあ、まだこう 10m からはあまり奥には入れてないので、工学院もすごい我慢しながら、はい、ディフェンスをしていると思います。まあ、バックスのフォア、オフサイドもなく、はい、きっちりとしたディフェンスが工学院はできている。まあ、先ほどもここまで攻めた時も結局ハイパントを選択したというのもありましたもんね。はい、まだ崩されているという印象はないですね。はい、さあ2度目のスクラムになります。先ほどは京都工学院に小さな反則で関節フリーキックでした。
これもクリーン出します。岡本から岡本、田中聖太がそのまま持っていきました。さあスピードのある岡本、内のフォワードに返します。速い球出し、連続攻撃の京都聖翔。長い笛は京都聖翔にノットリリースザボール。田中さん、はい、いかがですか。やはりブレイクダウンですよね、まあ、このブレイクダウンでいかにこうペナルティーをしないか、もうここはすごくポイントの一つだと思います。今の連続攻撃京都聖翔、テンポよく仕掛けてはいるんですが、はい、あの高学院がディフェンスが揃っていて、聖翔はなかなかオフェンスの形もできていないような展開でしたよ ね、 ね、はい、なのでまあ攻めてはいるんですけど、あのディフェンスはまあ崩されてはいないというような状況ですね、はい、さあ間もなく開始8分7分30秒になろうとしていますが、ここまでは聖翔がいい形をずっとしてきた中で、高学院が相手陣地、先ほどはこのラインアウトを奪われて攻撃の機会を失ったわけですよね、はい、そうですね。まあ、いかにこうどっちが22メーターより奥、はい、まあ、ここに入っていくかというところですね。まず最初は工学院は5番の松見、7番の押谷あたりがターゲットとして上に上げられる選手になります。まずはクリーンなキャッチができるか京都工学院。しっかりと松見でキャッチ。さあ杉山はどうする。自分で持っていく。去年からパワーも増してきました杉山。さあここでフロントロー春菜、2年生が当たります。 U17 日本代表。そして裏へと回して杉山が自分でつないでいきます。止めている京都聖翔、アドバンテージは京都聖翔。ノックオンがありました京都工学院。今の工学院の攻撃はいかがですか。まあ、意図して、外で余らせようと、あの広川もすごくこうステップがうまいので、ええ、ずらして余らせようとしたんですけど、ちょっとハンドリングのところでうまくいかなかったところですね、はい、さあしかし京都聖翔陣内、後ろに見えているのは22メートルラインというポジションで京都聖翔ボールのスクラムです。ここはプレッシャーをかけにいくか工学院。押した押した工学院。しかしなんとかボールは出します。激しく当たります。長い笛は京都聖翔にノットリリースザボール。さあこの位置、この位置ですから田中さん狙いますか ね、 ますね。まあ、ファーストスコアってすごく大事なので、はいはい、ここで3点工学院取れたら、あのまずは勢いに乗る一つのポイントだと思います。今年の京都工学院はこのブレイクダウン、はい、ジャッカルして相手ボールを奪うというのにかなり1年間費やしてきたみたいですもんね、はい、すごいこうキャリーも強いですし接点もすごく強いですし、まあ、そういう意味では本当にブレイクダウンのところで今日は勝負になると思いますね。立て続けにその凄さを見せてペナルティを奪ってきました。さあ去年のこの決勝戦では1年生スタンドオフだった杉山がこのぐらいの距離をね、もう少し長かったですけれども外したところから、そうですね、大島監督も時々練習終わる頃には杉山にお前の足で今年も決まるよみたいなことは話そうですねかなり練習してきたようです。プレッシャーかけてるんですね。2年生になった杉山伸びて、これはしっかりと決めてきました。第104回全国高校ラグビーの決勝戦は京都工学院がペナルティーゴールで先制です。田中聖太のキックオフ、14番の黒田。さあ聖翔が今度は圧力をかけていきます。京都聖翔もこの接点本当に強いんですよね、はい、今ちょっと迷ってしまいましたね、工学院側が、はい、さあトリプルでタックルに行きました京都聖翔。ピラニアタックル、ダブルタックルの京都聖翔。ポイン
ントをずらしてから手前のタッチに蹴り出します。京都青少ボールのラインアウトに変わります。2年生になった杉山雄太郎、熊本からこの京都にやってきました。赤と黒、不死鋼の流れを組む京都工学院でのプレーを選択した杉山雄太郎。さあ、京都青少ボールのラインアウトは初めてになります。スローアワフッカーの米本、そして小林陸太を中心にラインアウトは十分に作り上げてきたということで、小林陸太や隅田美弘、渡辺春樹あたりが挙げられることになります。完璧なスローです。米本安定してますね。はい、さあ、ボールを作るタイミングでうまく潰していった京都工学院。さあ、サイドアタック奈良、スピードもある奈良、高校日本代表候補の奈良夏。さあ、前に出てから渡辺俊介のアタック、長い笛は京都青少にオーバーザトップ倒れ込みの反則。今の攻撃はいかがでした、田中さん。いや、よく見てましたね。ラインアウトモール少し崩れたところで前が空いてるところをうまく前出たんですけど、やはりあの先ほどのペナルティもそうですけど、ちょっと今このブレイクダウンのところで少しまあ焦りが見えてるのかなっていうようなところはありますね。まあ、よくね、一人が孤立しないようにっていうことをね、サイドアタックの時には今のラグビーではよく言いますけれども、それぐらい早く工学院がボールに絡んでいっているっていうことなんでしょうかね。かなり早いです。もうこの2人目ですね。はい、2人目がものすごく早いと思います。ファーストでタックルに行った、その後に入ってくる選手ですね。さあ、今度は京都工学院ボールのラインアウト。ここまで2本すべて京都青少に奪われています。これはしっかりキャッチしました。さあ、ハーフウェイラインを挟んで縦に当たる、強い。京都青少も素晴らしいタックルで止めています。杉山のハイパント、しっかりとキャッチした青少、倒れない、そしてつないでいきます。先制点を奪われた京都青少、ベンチからは関崎監督、もっとコミュニケーション取らなダメだよということをね、ベンチから声もかけているということで、まあ、今のようなプレーもそうですし、フォワードこうサイドで当たっていったりするときにもフォワードの声というのも重要らしいですね。あ、これはノータッチです。タッチに出ませんでした。縦にロングのキック、岡本がキャッチ。広川、もう一度岡本、杉山か。さあ、うまくキャッチしました、11番の石塚。さあ、一気に行こうという京都工学院ハーフウェイラインです。フォワードのサイドアタックでボールをキープしながら、その裏、杉山は少しずらして逆方向へのハイパント、バックス陣を走らせる。しかし、これも京都青少巧みにステップで前に出ていきます。この辺りは相当お互いにハイパント対策をしてきている。こうして見てますと両チーム戦い方は似てますよね。そうですね、もう今前半は特にエリアをどう取っていくかというところを両チームともポイントに挙げていると思いますので、はい、さあ、ループしてワイドに流していく笹岡、2年生、中学時代は京都選抜のキャプテンでもありました笹岡。アドバンテージを京都青少がもらっています。さあ、強気で攻めていけるところ、テンポを上げていくか、岡本のキック裏へというところ、ここで先ほどのペナルティーが採用されます。うまく今テンポを上げましたね。さあ、どうでしょうか、直線距離では40メートル、ちょっと風が出てきましたね、少し。そうですね、左から右にという京都工学院が風上という風になっています。はい、
京都成章ですので風下になります。まあ、先ほど京都成章のペナルティからのタッチキックがね、出なかったというのも風も若干あるかもしれませんね。さあ22メートルの内側に京都成章が入ってきました。前半11分にペナルティーゴールでスコアした京都工学院、前半もう16分が経過しています。ここはいろんな仕掛けが考えられますよね。まずはここまで一つですが安定してキャッチできているラインアウト。しっかりキャッチした。モールを組む。さあモールを組んで押せるか京都成章。もともと京都成章が強くなってくる過程ではこのラインアウトモールの強さというのが全国でも名を轟かせました。京都成章が固まって押す。青と黄色が5メートル前に出る。さあゴールまであと5メートル。ここで回した田中聖太、止めている京都工学院。ただ両チームともに全ての選手が立ち上がっています。サイドアタック5メートルを切った。さらに潜ろうというフォワード、力ずくで奪えるか京都成章。お互いペナルティに気をつけたいですね。はい、両チーム反則せずに取り切れるか守れるか。さらに上を越えていこうというところ、我慢のディフェンス。これは京都工学院ボールのスクラムに変わります。田中さんいかがでした今のは。いや、よく我慢しましたね。はい、やっぱポイントサイドすごく強いんですけど、まあ、そこをすごく集中してかつペナルティなしで集中してたと思います。まあ、このジャッカルに行くのかどうなのかの判断とかも含めてですよね。はい、まあ、逆に言えば京都成章はこのチャンスに取りきれなかったということはありますよね。まあ、もう今日は本当に簡単にはトライが取れないと思いますので、いかにこう我慢しながら敵陣でやれるかというところが勝負になると思います。そしてペナルティーゴール。そうですね。さあ両チームともにディフェンスには定評があります。ここまで4度5度とスクラムありますが、田中さんの印象はいかがですか。いや、もうそんな差はないかなと思います。はい、もうあとは本当に駆け引きの部分ですね。京都工学院は高校総体で京都成章に勝って、その後全国の強豪校と練習試合や合同練習などを行う中で、まあ、全国でどう戦えるのかというチーム作りをこの1年間やってきた。対成章戦というよりも今年の工学院のやりたいラグビーは何なのかを突き詰めることができた1年だったと大島監督が振り返っています。さあこれは少し回ってペナルティーは京都成章に反則です。やはりスクラムは工学院優位ということですかね。今はうまかったですね。少し回ったんですが、まあ、1番3番のところのこの駆け引きなわけですよね。はい、手元の時計で前半20分が経過しています。30分ハーフの高校ラグビーの決勝戦。これはタッチを割っていません。素晴らしいキャッチを見せた乗松。乗松が行く。乗松、パワーファイターの乗松。そして出して岡本は順目に回していく。木村隼人から さあ岡本スピードがあるが止めています。京都工学院もこのフォワードのサイドでの岡本の突破に対する練習もかなりやってきました。連続攻撃は京都成章、田中聖太からの岡本。岡本、2年生スタンドオフの岡本、この動きが両チームにとって鍵になります。去年の決勝トライを奪ったのも岡本でしたが、ここは密集の中で京都工学院がボールを奪いました。
縦に広川キャプテンのキック。広川と杉山が下がって対応、バウンドさせるようなキック。今度はハイパント気味のキック。キックの切り方も様々なんですね、はい。まあ、ちょっと風下の部分があるので選手にとっては、はい、あまりロングというよりもちょっと高く上げてプレッシャーかけるというような戦略でしょうね。これはいない地域へと蹴ったのでチェイスがかけられて手前に蹴り出すしかないという。11番はホラゲ仙太郎。今のキックゲームは工学院が優勢に立ったということですね。はい。まあ、ただ単に蹴り合ってるだけでなく相手のポジションを見て手前でバウンドさせる時もあれば、ね、22の内側に入ればフェアキャッチをされるのでその手前に落とすようなキックを入れたりと、はいはい。お互いキック分かっているので人数もかけてますし、はい、まあ、その中でどこにこう蹴っていくかっていう、そういう判断だと思います。さあリードしている京都工学院が青少陣内に入りました。前でクリーンキャッチ。杉山はフォワードを当てていきました。ナンバー8の清水。順目に回す。これはピラニアタックル。京都青少激しく2人3人固まった状態。さあスピードが上がるぞ。杉山キックだけじゃなくランの能力も高い杉山。フォワードバックスが交互に当たっていくようなテンポよくボールを出していきます。もう一度フォワードか。その後ろに回して広川から持っていくぞ杉山と最後のラスパスがつながらない。木村光からというパスでしたが乱れました。ノックオンがあって京都青少ボールのスクラムになります。まあ、今ハーフウェイライン 10m ラインこの辺りぐらいから、はい、まあ、いろいろあの中にも仕掛けはありましたか田中さん。そうですね、まあ、ただ今日の青少は本当にもう確実に止めてるっていうような印象ですね。あまりこうプレッシャーというよりもしっかりと面できっちり止めてるっていうそういう印象がありますね、はい。スタンドには山口義晴総監督の姿もありました。工学院の大島監督からはペナルティー斉唱の瞬間静かに見守っていましたがその後決まった後大きく吠えた様子もありました。一方の、京都斉唱ベンチは点が取られた後笑顔で行こうと声も出ていたということで、まあ、スコアがあって、まあ、13分経ちましたけれども、まあ、選手たちは本当によく集中してゲームに入ってますよね、はいはい。もうずっとこの22と22の間でやっているような感じなので、どちらが先にディフェンスを破られるかというような勝負だと思いますね、はい。まだ一度も、まあ、さっきねラックサイドを奈良が抜けるというシーンはありましたが、ね、ほとんどないですからね、はい。しかしここもスクラムは完全に押してという工学院。縦のラインブレイクを図りますが、まあ、この京都工学院の木村光也林に話を聞くとセブンスで、まあ、7人で広い同じグラウンドを守るので、はい、レンジ横幅のディフェンスが広くなった、はい、強くなったというふうに話しますね。そうですね。さあハイパント待っている松見ですがそれが後ろに転がっていく。どちらに工学院がボールを取っています。さあこれの戻りも早い工学院。一気に青少がラッシュというシーンにはなりません。あの辺りの下がるディフェンスも早いですよね、はい。まあ、青少がこうやってもハイパントで来るっていうのも分かっていると思いますし、はい、そういう対策はしていると思います。ロッカーのロングキックですがカウンターに行く。飛ばして木村隼人も強い。田中誠太がフォローに入る。さあ笹岡がステップ。しかしなんとか止めた工学院。そして岡本だ。岡本のスピード、これも見ている工学院。笹岡岡本というスピードスター。さあまた内へ切れ込んでくる工学院フォワードのディフェンス。
連続攻撃を仕掛けてトライを奪いに行く。少しずつ少しずつ前に出てくる京都成章。さあさらにあのコン、京都成章の連続攻撃止めた高垣、いかがでした田中さん。今のも本当にこうブレイクダウンにかける速さ、これが今日は高垣には際立ってあのいいですね。ですから連続で出してはいるんですが、まあ、少ない人数でしっかりこう対応しているのでディフェンスが常に揃っているということなんですよね。はい、成章もしっかりとこの2人目セカンドマンを早くかけないと、はい、なんかこうブレイクダウンでアタックしてるんですけどすごいプレッシャーがかかっているような状況なので、両チームのスタンドから今年は京都工学院が100、マネージャー入れて106人、京都成章も105人というどちらも100人を超える王女隊の選ばれし25人、さらにグラウンドに出ている15人ということになります。ちょっとスクラムが工学院が優先になってきます、ね、そうですね、相手ボールだとギリギリまで押してプレッシャーをかける。おっとこれは、あ、今のプレーは関節フリーキックで仕掛けようとしたところだったんですが、成章のディフェンスが早かったですよね。 そうですね、まあ、その分杉山がこうしてミスをしたという、まあ、岡本の好判断ということですかね。さあもう一度京都成章ボールのスクラムになります。再三再四、工学院が相手ボールは 1.5 メートル押せるというルールの範囲内で押し込んでいます。ただ成章も、ね、押されながらもクリーンにボールを出しているというマイボールですよね。まあ、フォワードとしては、ね、かなりのプレッシャーはあるんでしょうが、バックスからすれば、あ、ここもまたトラッシングですね。成章の1番と工学院の3番のところで、はいはい、ちょっとこう1番の方がやられているようなイメージですね。成章の1番がこうして落ちているということなんですね、はい、さあこれでもう連続してフリーキックやペナルティを得ています工学院です。手元の時計前半の29分、30分ハーフ、3対0とリードしている工学院です。9年ぶり20度目の優勝、21度目の花園出場を目指す京都工学院、9年連続16度目の優勝、11年連続17度目の花園出場を目指す京都成章、京都工学院という校名になってからは初めての花園出場がかかります京都工学院。前半ロスタイムはないということですので、あ、ノットストレート、まっすぐボールが入りません。ただこのスクラムは安定しているんですが、ラインアウトではちょっとまだ ね、 そうですね、工学院側の、はい、まあ、あの成章のプレッシャーのかけ方も上手ですし、ライアウトを言います。さあ、今30分になりましたのでロスタイムはゼロということですから、これがラストプレーになると思います。なかなかね、ノットストレートでもう一度ラインアウトを選ぶと少ないですよね。まあ、あのスクラムでね、ちょっと今あの優勢取られているので、はい、やはりここはあの取れているラインアウトで勝負というような形を取ったと思います。京都成章のラインアウトは安定しています。タップになりました。さあ岡本がこうしてフォワードの間も抜けてくるという独特のスペースが見られる選手というふうにもキャプテンの田中聖太は話します。まず1人目工学院は足首低いタックルに入る。さあ奈良夏の、あ、これはもうハイパントでということではなく向こう側のタッチに出て、ここで前半終了のホイッスルです。第104回京都府の決勝戦は京都工学院が3対0と京都成章にリードして折り返します。第104回全国高校ラグビー京都府予選の決勝戦、今年は竹菱スタジアム京都から午後2時キックオフで行われています。赤と黒京都工学院対青と黄色京都成章、10年連続同じカード、
前半の11分に京都光学院がスタンドオフ杉山のペナルティーゴールで3点を先制し、その後両チーム得点なく折り返しています。解説は京都府高体連ラグビー専門部教科部委員長で立命館高校ラグビー部監督の田中貴弘さんです。今映っていたのは、ね、レフェリーの方でした。田中さん後で映してください。僕の反対側にいますのでね。はい、こちらです。こちらが田中貴弘さんです。よろしくお願いします。前半の30分振り返られて田中さんいかがでしたか。はい、最初のちょっと10分を注目して見てたんですけど、やはりお互いエリアの取り合いの中でミスも少なくやってたんですけど、やはりこうペナルティですね、ブレイクダウンのペナルティでちょうど10分ぐらいでファーストスコア取れたというようなところで、ちょっと工学院の方に少し余裕が出たかなというような印象ですね。去年もこうした接戦で、去年はペナルティーゴールを決められなかった工学院、決めた京都成章という、ね、前半の折り返し、まあ、前半のうちに、ね、逆転をしましたけれども、はい、まあ、ただやはり両チームこう拮抗している中で、前半でそれぞれこうフォワードバックス含めてですが、ポイント有利不利というのはどうでしたか。どの部分はどちらが優位という。まずはセットプレーですね。セットプレーのスクラム、まあ、ここは工学院の方がちょっとこう優先に立っているような印象ですね。スクラムはね、もう組めばほとんどもうペナルティを奪うような、はい、もしくはフリーキックを奪うという感じになってますね。そうですね。で、まあ、ブレイクダウンの部分はまあ、お互い、まあ、五分なところはあるんですけど、ちょっとこう工学院の方がやはり早い部分があるのでプレッシャーがかかっている状況ですか ね。ここも前半にラインアウトモールで5メートル前進して、そして何度かこうチャンスを作ってはいたんですが、この接点のところで相手に奪われたりということが多くあったんですよね。はい、まあ、ただね、ディフェンスということでは京都成章も田中さんの話でもありましたが、はい、破られたようなシーンはないという。そうですね、もう今日は本当にこう飛び出すというよりも本当にこうみんながコミュニケーションを取ってしっかりと止めてる、で接点のところで思いっきりかけてるような、そういう印象があるのでなかなか破られないとは思いますね。お互い、まあ、10年連続僕も毎年ねこの決勝戦を楽しみに見てますけど、はい、もう激しくって体壊れちゃうんじゃないかっていうね、ズロ、ね、ーンというタックルを毎年見せてもらうんですが、はい、今年はそういう1対1でズローンというよりも、はい、面できっちりと対応していきながら、で、ね、はい、で止まった瞬間に2人目がどちらが早いのかという、はい、ここの勝負になってるんですね。そこで勝負をしていると思います。ちょっと接点で負け出すと前へ出られてしまうので、はい、しっかりと見てで接点で負けないというようなところでの勝負をかけていると思いますね。という点では前半攻撃をしている時間は、ね、京都成章の方が長かったような印象もあるんですが、はい、その攻撃の途中で2度ほど、ブレイクダウンでノットリリースザボールがあった、ね、これはもう京都工学院の仕掛けの速さというディフェンスの、はい、で、まあ、成章の方も、まあ、結構こうボールをもらった選手がキャリアとなってちょっと孤立しているような場面を見られたので、もう少し関崎監督からあったようにやっぱコミュニケーションを取ってアタックしていったらもっと継続できるかなという印象があります。京都成章は2001年に前年度日本一になった伏見工業を破って初めての花園出場がありました。そこからこの23年の間で16回の花園出場、ここは10年連続で花園出場ということで、今は京都を代表する、そして全国大会でも準優勝が一度という強豪校になりました。その湯浅泰正総監督、今は京都成章の校長になられましたが、その教え子であり2007年のキャプテン、関西学院大学を出てこの京都成章の教員となって2013年からコーチで率いてきた関崎大輔さんが去年から京都成章の監督になって2年目です。京都工学院は高崎俊明監督、山口義治総監督の教え子でもある大島敦史さんが監督になってということで、まあ、今次の世代に監督も移っているというね、はい、そうですね、そういう両校でもあります。こちらが大島敦史監督、就任7年目になります。京都工学院としての初めての花園出場を目指します。大島監督はやってどう、笑顔で選手たちに尋ねると、スクラム最初以外はいけてる、ブレイクダウンもナイス、練習でやってきたことをやれていると称えました。さあ後半勝負、やってきたことできてる自信を持っていこうというふうに選手を送り出しています。両チーム前後半メンバーの変更はありません。
左から右、青と黄色の京都成章のキックオフで後半が始まります。右から左に攻める、今度はですので京都成章が風上ということになります。両チームともにインパクトプレイヤーをベンチに控えさせていますので、まあ、展開によっては点を取るときにはこの選手、そんな選手もね、はい、いろいろ控えていますので、ね、もう後半はどう勢いを持っていくかというところがポイントになるので、ちょっと交代のタイミング、そして交代選手、ここは一つ鍵になると思います ね。京都成章はね、高校日本代表候補、全国から108人しか選ばれていないんですが、その一人がベンチにいるというね、はい、両チームともに言えますが、層の厚さがあります。京都成章は自分たちの形でやればいい、絶対いける、後半は風上早く走れと、そんな指示が飛んでいたということです。さあ3点を追いかける京都成章のキックオフ、後半の30分がスタートです。3人セットで当たっていきます。で杉山のキック、バウンドをさせて向こう側出て、あ、出ました、タッチジャッジの旗が上がっています。いや、杉山もクレバーなキックですね。とても上手いですね。スペースも見えてますし、そして風下ということで高く蹴り上げるのではなく、2年生スタンドオフの杉山雄太郎、体重も5キロほど増えて今は76キロになっています。まあ、両チームのスタンドオフ、去年1年生で今年2年生、どちらも体も大きくなって ね強さも増してますよね、はい、さあラインアウト、ここはしっかりキャッチしました松見。裏のバックスの攻撃、立ってもう一度プレーをしています。あ、しかしこれは一旦倒れた後、はい、ボールをまあ離さないというのか、そのまままたプレーしちゃったということですね。今は成章のブレイクダウンが上手でしたね、はい、とてもうまかったです。フランカーの田中優勝がライン参加していたんですが、まあ、成章が2人目が早く来てボールを奪いに行くので離したくないから、そのまま立ち上がったということですね、はい、さあ前半はこういったプレーが高学院に多かったんですが、後半立ち上がりから京都成章がそれを見せています。やはり両チームともにあの接点ブレイクダウンのところには本当に費やしてきているということですよね、はい、そうですね、もう今日はそこが勝負だと思います。こちらは田中誠太キャプテン、1年から花園の土を踏んでいます。今年は2月から腰痛、腰の骨折もあって、夏合宿ようやく戻ってきたという、その田中誠太、非常に頭のいい選手で、またあの田中誠太の発案で朝授業が始まる15分前にみんなで集まってグラウンドを掃除するところから、グラウンド以外のことが必ず生きてくるということもね、選手たちは理解して取り組んできたとも話します。さあここはロックが当たっていきます。ドヒ、非常にやんちゃな男というふうにも関崎監督は話します。そして早い攻撃で岡本から縦に入ってきた、ここは乱れてノックオンですが、その前に京都工学院にオフサイドの反則がありましたので、いや今の縦のスピードはいかがでしたか、笹岡ですかね。良かったですね、あの角度もすごい良かったですね、ただ縦に走るんじゃなくて、まあ、すごいこう外から内へ、ね、これ見れないんですよね、なかなかディフェンスは。いやこの岡本の動きというのが一つ鍵になるんですが、はい、後半初めから、はい、その岡本を生かした笹岡であり、ね、木村隼人でありという、ね、縦のプレイヤーを使ってきましたね、はい、その後の奈良君のテンポもものすごく速かったですね、さあここはゴールの正面ですから、まずは同点にと、はい、いうことですね。蹴るのは笹岡ですかね。あと30秒、きっちりと決めました。第104回京都予選の決勝戦、
3対3の同点に京都聖翔追いついています。さあ京都工学院メンバーの交代です。ナンバー8清水に変えて岸田、そしてフランカー1年生の田中龍翔に変えて25番の岡垣武尊と、まあ言えばねこの2人なんかはもうずっとレギュラーでやってきた、もう遜色ないということですよね、はい、運動量を考えて後半そうですね、ちょっとこう攻撃に切り替えていくかもしれないですね。はい、よりスピード感のある元センターバックスだった岸田優太がナンバー8に入ります。そしてもともとフランカーのレギュラーだった岡垣武尊がフランカーに入ります。さあ同点で試合は振り出しに戻りましたが、さあここからですが田中さんポイントはどうなりますか。はい、そうですね、ちょっとね風が、まあ、前半清翔は風下で我慢してた部分もある。あーとロッポーン、あこの後なんとかボールをキープしなければ高額一気というアドバンテージでした。いやーフルバックの笹岡どんまいと笑顔でみんなが声をかけています。まあ、こういうエリアの部分とあとはミスですよね、はい、まあ、こういう一つのミスで流れというのは変わってくるので、はい、いきますよ、はい、さあ京都工学院山口義晴総監督、前半は長年待ちに待っている優勝、それに向けてぜひ勝利に持っていきたい、後半はトライを期待したいという山口総監督のコメントが入ってきています。高崎 GM 落ち着いてゲームはできている、やはり拮抗したゲームになるのは分かっている、決勝戦スクラムが勝っている分助けてもらっているが後半はもっと攻めたい、敵陣で勝負できる時間を増やしてトライを決めたいとスタンドで観戦する前監督になります、2度日本一になっている高崎俊明さん、そして、この伏見工業を作った山口義晴総監督、スタンドから全指導者たちも熱い視線を送っています。まずお願いします。でフロントロー一個一個止まる、でお互いやめやし、今レフェリーが、はい、前の3人に話をかけていますが、これはどんなところですか。いやもうやはりもう、はい、駆け引きなのでちょっとそれをこう我慢できずにお互いがやってる部分があるので、そこしっかり止まってというようなところでコントロールをレフェリーがしていると思いますね。はい、さあこれは京都工学院ボールで22メートルラインを挟んでのスクラム、スクラムでは安定感のある今年の工学院、どんな仕掛けをしてくるのか。安定してますね。さあ8球のサインでオープンサイドに当たっていこうという岸田、そして縦に選手が入ってくる、センターの林でしょうか、17歳以下日本代表、そして速い球出し、ウイングの石塚、伝統の伏見ラグビー展開ラグビーが見られるか。松見激しく飛んでいった京都聖翔のタックラー、キャプテン田中聖太、ここも低く当たります京都聖翔、この当たりは五分。さあ出して杉山が自分でステップを切っていく、長い笛は京都工学院に反則。田中さんいかがでした今のプレ ー、 いやすごく我慢しましたね聖翔のディフェンス、もう我慢して我慢して、で最後のやはり接点の部分で、はい、ここで優位に立つと、はい、2人がかりで止めに行って、2人目に入っていた岡本がボールに絡んでいく、そうですね、たまらずノットリリースザボールとなりました。いや後半が今8分過ぎたんですが、ますます面白くなってきましたね。あ、ここで京都聖翔もメンバーの交代があります。16番の落井が入りますね、渡辺修介に代えて16番の落井陣也、洛南中学出身の2年生、まあ、フロントローは、ね、いつでも変えられる状態というんでしょうかね、60分なかなか戦うのは大変なの で、 そうです、ね、前後半で3人ずつっていう、そんなイメージもチームの中ではありますよね、はい、
さあ京都青少ボールのラインアウト安定しています。取りました。スクラムはほぼラインアウトはほぼ完璧な京都青少です。さあここを自陣ですがモールを組んで少し前に出ようという京都青少。今関崎監督からコミュニケーションという話がありましたが本当に青少からもよく声が出てますね。今はねフォワード陣の連携も取れています。さあ奈良のハイパントなのかハーフウェイラインです。やはりハイパント風上の京都青少松見が待っているんですが激しく競り合っていって松見に当たってボールが出ましたので京都青少ボールのラインアウトになります。いや今のハイパントもコントロールしてますよね、はい、しっかりと力をコントロールしてそこに落としているようなイメージですね。競り合えるところに行くということですよね、はい、今言ってたの押し谷ですかね。さあ安定しているこのラインアウトでさらに逆転までつなげていくことができるか京都青少。しっかりこれもキャッチ。サイドに出たところここも高学院が対応しています。京都青少しっかりと2人目サポートが入っています。これは内側から切り込んでくる選手真ん中抜けようかというところですが止めています。低くタックルに入る京都工学院。岡本はフォワードを縦に入れていきます。ロックの隅田怪我から帰ってきた男。隅田のアタックが魅力。さあここはまた岡本がスピードで連続攻撃を仕掛ける京都青少。さあバックスに回した縦に入ってきた。いや後半はこの京都青少スイッチ変えて内に入ってくるプレイヤーが多いですね。はい岡本が粘ってボールをつなぎます。ロックの土肥。さあ左ラインを敷いた京都青少見えているのは22メートルライン。岡本から順目に回してループしてというプレー。ここは京都工学に対応しています。青少がすごいサポートの意識がやはり前半より高くなってますね。2人目が早いので前半2度ほどあったノットリリースザボールがないということですね。ジャッカルさせないというサポートができています京都青少。修正してきました。さあなんとかしっかり取りました田中聖太。そして内に返す。このあたり工学院も反則せずにディフェンス行ってますよね。さあこのあたりでペナルティがあるとまたペナルティーゴールが狙えるという距離にもなっていきます。フランカーの小林。田中聖太から縦に入っていきます。順目に回しどこかで行こうというタイミングを探しています。取られましたね。あこれは工学院がボールを取りましたか。ボールを奪った工学院。いや粘りのディフェンスの中でボールを奪いました。さあもう一度京都青少笹岡のステップ。岡本倒れません。ボディバランスが非常に優れている岡本。164センチと小柄ではあるんですが柔軟性のある体。低いタックル工学院。
奈良のハイパントはあまり地域が出ません。あ、しかし取りました小林。もう一度マイボールにして、激しく刺さるようなタックル、高学院しかし倒れません京都成章。いや、このあたりタックルも見応えがあります。すごい集中力ですね、この長い笛はその手前のオフサイドですね。キックのオフサイドですね、京都成章のキックに対して前にいた選手が働きかけたということでの、はい、オフサイドがありました。いや、ここまで8分ぐらいですかね。ちょっと今ね、ずっとね、息が止まりそうでしたが、まもなく15分になるんですけど、この攻防いかがでしたか。すごかったですね。もうなんか青春も今日は本当にこう立て、もうそこで徹底しているような感じですね。で、はいはい、バックスもすごくランニングがあるんで、岡本君にしても田中君にしてもやっぱそのキャリアを見ないといけないので、そこの横に入ってきたらなかなか見づらいと思うんですよね。まあ、ボールを持つ岡本、田中誠太がステップを切るっていうことを思ってワイドに待ってると違う角度から選手が入ってくる、ね、さあ10分間ほど京都成章が攻め続けるようなシーンがありましたが、高学院が22メートルの内側に入ってきました。ただ今日ここまでは課題となっているラインアウト、これを取ればあとこれも前でというところだったんですが、乱れてどちらがキープしているか、ノックアドバンテージはもらいました。うまくキャッチまではいきませんでしたが、ね、まあ、これはでもね、高学院側からすればスクラムをもらえたということでは、まあ、一つのオプションだったと思います、はいはい、さあ今日は終始安定している京都高学院のスクラム、スタンドオフの杉山はどんなプレーを選択するか。先ほどはこの辺りの位置で8球のサインプレーをブラインドに動くように見せかけて、岸田がオープンに動いてというライン攻撃でした。さあここはどんな攻撃を仕掛けるか。もう15分切りましたけど、田中さん、ここからのポイントは何ですか。はい、そうですね、まあ、もうこのまずはセットプレー、ここを青春ペナルティー、はい、しないようにしっかりとここ勝負することと、まあ、あとは本当にこうエリアも五分ですね、取られてはセンターへ戻しっていうようなことは攻防が続いているので、まあ、あとは本当にこう22のところに入ったところでのこう集中力、そこでどうトライを取り切るか、もうここが勝負になると思います。まあ、そのあたり京都成章は反則しないディフェンスというのがね、はい、今はできているというお話がありましたもんね。さあ安定してボールが出る、これも8球でやはり内側オープンの方に岸田が行って、そしてこれは止めています京都成章。オープンに回す人数は少ないんですが、抜けていった、相手ディフェンスの方が多かったんですが、キャプテンの広川ですか ね、 そうですね。いや、今のランニングスキルはいかがでした。逆転8対3、この広川君本当にこう横へ流れてのまた縦っていう、これものすごくうまいんですよね、もう一度見ましょう。これ人数は2人だけなんです、はい、相手は3人4人揃っているんですが、広川このフォワードの3番7番のこの間ですよ ね、 ですね、よく見えてましたね。まあ、相手はプロップの永井とフランカーの小林、ちょっとやっぱりこうステップにはついていけない、はいはい、そこをキャプテン高校日本代表候補の広川が見逃さなかったということですね。だスクラムからそこにうまくフォワードを集めて、で左への展開非常に良かったと思います。さあ前に出た京都高学院、去年のゲームは3点先制の京都成章、トライゴールで逆転7対3の京都高学院、ラスト5分で京都成章がトライゴール10対7という逆転ゲームでした。後半の18分にキャプテン広川のトライ、さあその後のコンバージョンゴール杉山狙います。決まりました、これで10対3、落ち着いた表情の大島敦監督、
京都成章、ここでインパクトプレイヤーを入れてきます。3番のプロップ永井に変えて、高校日本代表候補の高瀬、そしてフランカーをさらに21番の長谷部明一に変えてきました。近藤寛太に変えて長谷部を入れた、2人変えてきました。点を取りに行くんだという、そんなメンバー交代でもあります。この京都国体のメンバーも見てきている田中さんですが、はい、この高瀬という、ね、高校日本代表候補、はい、インパクトプレイヤーとしてはやっぱり魅力ですよね。もう非常にキャリアが強いんでね、もう分かっててもなかなか止められないという、はいはい、なのでこの高瀬がどれだけ前へ出れるかというところはすごく勝負の一つですね。そしてタックルの強い近藤に変えて長谷部明一、この長谷部選手もアタック力の優れた選手ということで、はい、もう残り10分青少はあのアタックに切り替えていると思いますね、はい、さあ 10m ラインを挟んでのラインアウト、あとこれは絡んでいった高学院、しかしこれはキープしています。京都青少前に出ます、前に出ます、もうめくるようなタックル、倒れません青少。ナンバー8の渡辺春樹、順目に回して笹岡から途中出場になっている長谷部を扱っていきます。縦に入ってくる岡本のステップ、倒れずに前に少し出てから倒れます。じわりじわりとゲインを図っている。さあペナルティーゴールも狙える位置まで京都青少は攻めてきています。京都工学院は反則をせずに止めなければならない。大きくスワーブしていきます。田中聖太内に返して、22の内側に入りました。ここでキックパス、ルーズボールはどちらに行くのか、工学院が取った、で長い笛です。アドバンテージですね、はい、まあ、アドバンテージも見ての田中聖太のキックパス、はい、いやこのトライゴール後のこの2分3分ですが、どんな風にご覧になりましたか。いや今笹岡君ですかね、はい、非常にいいランで、もうここで、ね、この22付近のペナルティーですね、はい、もうここは一つのポイントなので、工学院からしたらやっぱペナルティーしたくないですし、さあ先ほど工学院は攻め込んで取り切って終わりました。今度はどうか、ラインアウトでは強さを見せている京都青少マイボールのラインアウト、まあ、何度か田中さんの話に出てきていますが、はい、もちろんスタンドオフの2年生岡本の攻撃というのが鍵にはなるんですけど、はい、そのサイドにいるフルバックの笹岡などの動きですよ ね、はい、そうですね、田中君もすごいランニングスキルが高いので、ボールで押します。でも対応して、あ、これはまたアドバンテージが京都青少に出て、キックパスで前に出ようというところ、ボールデッドです。竹串スタジアムは陸上競技場ですので、インゴールは狭いんですよ ね、 ですんでこうインゴールに転がしてというのは、ね、なかなか難しいんですが、はい、まあ、ただアドバンテージがありましたからね、はい、そうですね、ちょっとチャレンジでしたね。さあここももちろん手前のタッチを狙ってのラインアウトモールということになります。モールでのコラプシングの反則、さあ5メートルライン、大事なサインということになります。もうラインアウトの練習というのもね、両チーム1年間もう毎日のようにやってくるんですが、はい、このプレーのためにやってるんですよね、はい、取る側もプレッシャーかける側も、そうです、この1球この一瞬のために1年間やってきています。これは今日のこの試合のポイントですね。しっかりとキャッチしてモールを組む、さあモールを止められるか工学院、押す青少、押す青少、入ったかどうか、
ートモール塊いかがでしたか。うまかったですね。うまくずらしてすごい推進力でしたね。前の推進力がすごかったです。いやもともとこの京都成章が全国に名を轟かせる中ではこのモールの強さというのがね、はい、まあ、今はこうバックスのディフェンスであり、はい、ランニングスキルということも言われますが、まあ、ベースにはありますよね。もう自信持ってモールのアタックしてましたね今は。はい、さあちょっとは角度がかなりあるんですがフルバックの笹岡が蹴ります。決まれば10対10の同点、大事なコンバージョンゴールになります。洛南中学出身で中学選抜では近畿優勝、全国準優勝、それを率いていたキャプテンでもあります。1年生春から出ていましたが怪我でおよそ1年以上離脱がありました。伸びて外れました。10対8。さあしかしペナルティーゴールで逆転という2点差。残り時間はもう5分を切っています。解説は京都府高体連ラグビー専門部強化部員長の田中貴博さん。ラスト5分、はい、どんなプレー期待しますか。そう、もうこれ一つのペナルティーでショットで逆転ありえますので、もういかにこう自分の陣地に入らせないか、はい、もうここが大事ですね。敵陣で長くプレーができるか、はい、両チーム。さあ工学院のキックオフ、これは直接出てしまいました。センタースクラムに変わります。キャプテン、キャプテン、キャプテン、キャプテン。あ、ここでさらに京都成章はメンバー変えてきそうですかね。25番の森岡が入ります。インパクトプレーヤー森岡由良ってどんな選手ですか。森岡もすごい万能なプレーヤーですね。非常に見えますし、プレーの状況も非常にいい判断もしますし、はい、ここで投入は本当に高学にとってはすごく嫌なプレーヤーだと思いますね。13番の木村隼人に変えて25番の森岡由良、2年生ですが去年1年生の時にもリザーブからの出場ということが多くありました。さあもう1点と、もう1トライ取りに行くぞという京都成章センタースクラムです。このスクラムは見ものですね。はい、高学院が圧倒することができるのか、成章がクリーンにボールを出して展開できるのか。センターライン守りましょうお互い。手元の時計で27分、残り3分を切りました。去年は10対7で高学院が敗れました。今年はリードして残り時間この3分に入っています。去年は残り5分で京都成章が逆転してという展開。9年ぶりか、11年連続か。あと激しくタックルに行って奈良を潰した。しかしアドバンテージが出ています。ノックオン、タックルノックオン、タックルに行った高学院にノックオン。しかしナンバー8の岸田ですかね、はい、フランカーですかね、まあ、今こう左に回って、はい、とてもフランカーからしたら位置が近い状況でハーフが出てしまったので。なるほど、で押し谷にしとればもう目の前に、はい、そうですね、ハーフの奈良がいたという、はいはい、押し谷の素晴らしいタックルで。さあただノックオンですので京都成章ボールになります。片岡と奈良が話をする姿もありましたが、やはりここは京都工学院喜ぶフォワード。1年やってきたのはこのためなんだという苦しい練習、両チームともにそうですが徹底的に鍛え上げてきたと安岡コーチの下でずっと作り上げてきたという京都工学院の強みでもあります。やはりラグビーってこのプレーの起点、はい、スクラムものすごく大事なんですよ ね、 ねえ、まあ、高校ですから 1.5 メートルしか押せないとは言うんですが、はい、まあ、それによってこれだけ選手の勢いも雰囲気も変わってきますもんね、はい、さあ残り1分を切って京都工学院が深くに入ってのマイボールラインアウトになります。さあこれはどちらにとっても大事な1本、ロスタイムは1分ということですので泣いても笑ってもあと2分ということです。
これを取れば工学院の9年ぶりの優勝が近づく。さあボールで押す。京都産業大学に出稽古に行って、このボールも鍛えてきました京都工学院。赤と黒の塊、取られたら取り返すというフォワードの意地。工学院が押す、押す、そして出した。杉山は縦に入ってくる。倒れない、倒れない。あーボールが乱れているぞ。さあ青春が取ればチャンスになる。ラストチャンスがあるぞ。取りましたね。ボールを奪った。まだ1分ちょっとある。ロスタイムは1分。今手元の時計で前後半60分が終了。さあこの1分でどう戦う京都青春。11年連続への逆転なるか。9年ぶりの花園へ守れるか工学院。さあここでもう蹴れないという青春ではありますよね。そうですね。どうする、自陣から回す、縦に入る、止めている工学院。さあここは人数が余っているか。外へ外へというディフェンスで対応しています工学院。杉山が一番外にいました。圧力をかけていく工学院のフォワード。サイドに当たる。じわりじわりと京都青翔が相手陣へと場所を進めようとしています。あとこれもジャッカルに行きそうでしたが大丈夫です。ノックオンは京都工学院。これはでもノックオンのアドバンテージですので、ゲームが止まればロスタイム1分が経過しています。ゲームが終了することになります。京都青翔激しいタックル、しかし繋いでいる。繋いだ繋いだ繋いだ。笹岡笹岡笹岡、止めた工学院。さあどうする、順目に回して内側はディフェンスしっかりと締めている工学院。17歳日本代表の春奈の。さあ青春は回していく。ラストプレー、止まれば試合が終わる。粘ってつなぐ、粘ってつなぐ、縦にブレイクした。乗松のパワー、しかし工学院タックルで押し返した。さあ止まれば試合は終わるぞ。キープし続ける京都青翔。長い笛は京都青翔に反則。勝利を確信した工学院の雄たけび。大島敦史監督に涙が見える。まだまだ最後のプレーがあります。まだ最後のプレーがあります。お願いします。タッチに蹴り出したら試合が終了ということになります。杉山が蹴り出してノーサイド。9年ぶり20回目の優勝、21度目の花園出場。京都工学院としては初の花園。男泣き大島敦史、コーチ陣と抱き合います。赤黒の悲願だった花園、青と黄色の壁を工学院として初めて越えました。我慢のラグビー、選手たちの目にも涙。広川キャプテンも勝った工学院に涙。竹菱スタジアム京都、工学院のスタンドからも割れんばかりの大きな祝福の拍手。10対8で京都工学院高校が勝って9年ぶりの優勝、21度目の花園出場を決めました。9年ぶり20度目の優勝、21度目の花園出場、京都工学院としては初めての花園となります。大島敦史監督です。おめでとうございます。ありがとうございました。生徒たちが本当に一生懸命頑張ってくれました。まずゲーム終了後のあの涙もありました。どんなことが頭の中よぎりましたか？そうですね、まずあの京都青翔さん、対戦してくださって、そこの感謝、それを持ちながら、この1年間活動してきましたし、工学院になって、赤黒ジャージを復活するために日々子どもたちが頑張ってやってくれてたんで、本当に3年生を中心として
彼らのまとまりで今日結果を出してくれて非常に嬉しいです。山口義治総監督もスタンドで見守っていました。この赤黒の意味、大島先生よくわかると思います。いかがでしょう。僕らも山口先生に育てていただいたんで、この赤黒で育てていただいたんで、本当にその赤黒をもう一度花園で輝かせる姿を山口先生に見せたい、僕自身はそういうふうに思ってました。生徒たちも本当に工学院で新しい歴史作るぞということで、自分たちでこの赤黒のプライドを取り返すんやっていう、まあ、今年そういうテーマでキャプテンの広川を中心に頑張ってやってくれましたんで、本当に彼らが頑張ってやりきってくれたことが非常に嬉しいです。全国にもこの赤黒のファンがたくさんいます。メッセージお願いします。はい、赤黒ジャージを 花園で、まあ、輝かせることが必要やと思ってます。京都の代表として、京都青少さんの分も、京都の、他の高校さんの分も、我々が、花園で、京都代表として頑張る赤黒ジャージを花園で復活させるために、また明日から頑張ってやっていきたいと思います。大島敦史監督でした。おめでとうございました。ありがとうございました。そしてキャプテンの広川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちは？もう最高です。もう嬉しいの一言です。今日のゲームは我慢我慢が続いた中でしたが、広川キャプテンが人数少ないのに取り切ったトライ、あのシーンいかがでしたか？もう自分の前が空いたんで、もうここで決めないとキャプテンじゃないなと思ったんで、もう自分で行こうと覚悟を決めていきました。去年はこの決勝の舞台骨折で出られなかった、そこからの1年どんな戦いだったんですか？やっぱりお互い本気で勝ちを目指してやってきたんで、僅差にはなったんですけど、勝つことができてよかったなと思います。マネージャー含めて106人どんな仲間ですか？もう仲間思いで本当に最高な友達でばかりです。さあこの赤黒のジャージが花園に行きます。全国ではどんな戦い見せてくれますか？次はもう京都の代表として、京都工学院らしいアタッキングな展開ラグビーを見せれたらなと思います。では最後に皆さんに意気込みお願いします。いらっしゃい。いきます。花園行くぞ。広川春人キャプテンにお話を伺いました。改めてなんですが、今日のゲーム振り返って、京都工学院の良さ強さというところはどんなところを感じましたか？やはりこうラグビーのこうセットプレーの大事さ、あの起点となる本当にこうスクラム、ここに全てがあったんじゃないかなと思います。もうそこが工学院が優先に立てたことが全てかなと思います。そして両チームに得たのはもうディフェンスの本当に粘り強さというのもありましたよね。そうですね、もう本当お互いの意地がぶつかって、非常にこう見ている側からしたらとても面白い、ゲームだったと思います。全国でもどんな戦い期待できますかね？はい、まだね、全国まで時間がありますので、より磨きをかけて、ぜひ京都のラグビーを全国の頂点に持っていってもらいたいなと思っています。9年ぶりにこの京都を制し、21度目の花園出場、京都工学院としては初めての全国大会花園出場ということになります。この試合の解説は京都府高体連ラグビー専門部教科部委員長で、そして立命館高校監督の田中貴博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。赤と黒が9年ぶりに花園に行きます。期待しております。